エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は Vloid スタジオで、前回に引き続き服を作ります。前はチャイナ風の服だったので、今度は和服に挑戦します。私実は着物が好きなので、結構頑張りました。まず衣装編集、デザイン、下半身はズボンを選びます。ズボンのシワは0にして、ズボンの広がりは31くらいです。上半身はワンピースの長袖を選んで、デザイン、カテゴリー、アクセサリーの首はなしにします。カテゴリー衣装の袖の絞りを0にします。ウエストを緩めます。テクスチャーワンピースのレイヤーを選んで、ミラーリングをクリックします。襟とエプロンを描いていきます。なんで着物にエプロンしてるのって思われるかもしれないんですが、これ着物の帯をごまかすのに使っているんです。っていう理由もありますが、フリルの白エプロンと着物の組み合わせが最高に可愛いからですね。下書きができました。テクスチャーズボンのレイヤーを選んで、丈を短くするので、カットする場所に目印をつけます。ズボンのデフォルト画像の上で、右クリックしてエクスポート。ついでにガイドも右クリックしてエクスポートします。ワンピースのデフォルト画像とレイヤーもエクスポートします。お絵かきソフトでテクスチャーを描いていきます。先ほどエクスポートした画像を重ねて表示します。リボンのところを選択して削除します。デフォルト画像のスカートを変形します。袖のところを塗りつぶします。裾にフリルを描きます。フリルの下地の色を塗ります。エプロンの下を消します。フリルに影をつけます。できたら画像を書き出します。レイヤーを追加して右クリックしてインポート。下2つのレイヤーをそれぞれ右クリックして非表示にします。デザインの裾口の広がりを調整します。フリルの端を直したいですね。ウエストを緩めます。修正したいところを確認できたので、クリスタに戻って修正します。フリルを複製して2段にします。フリルの付け根をなじませます。フリルの端を修正します。肩周りがどこまで表示されるか、わからなくなってきたので、テクスチャーのワンピースレイヤーのガイドをエクスポートします。エクスポートしたガイドをクリスタのレイヤーに重ねます。とりあえず肩にフリルを置いてみます。袖口にもフリルをつけます。エモエモ。リボンを書き込みます。レイヤーにインポートします。影色が紫なので描きにくいですね。影色を白くします。テクスチャーのつなぎ目を目立たないように塗っていきます。前から見るといい感じかな。襟を修正します。鎖骨の近くはデコボコしていて描きにくいです。肩はクリスタでフリルをコピペするのが難しいので、Vloid で 3D ビューに直接フリルを描いていきます。左右対称なデザインの時は必ずミラーリングします。
背中のリボンを複製して反転します。ズボンのエクスポート画像をクリスタで開きます。ズボンの丈を短くします。どの位置で切るか確認したら、クリスタで選択範囲で囲って削除します。選択範囲で着物になるところを囲って、新規レイヤーに塗りつぶし、ベルト金具のところを削除します。ガイドレイヤーを非表示にして書き出し、デフォルト画像を非表示にしてレイヤーにインポートします。できてきました。ワンピースのレイヤーにインポートします。次は草履を作ります。デザイン、カテゴリー、靴、靴はワンピースのものを使います。靴からはみ出ている足を消します。体型編集のテクスチャーで肌レイヤーのデフォルト画像をエクスポートします。足先のところは選択ツールで囲って削除。黒靴下のところは上から肌色を塗ります。できたら画像を書き出します。肌のレイヤーにインポートします。他のレイヤーは非表示にします。次は草履を作ります。衣装編集、テクスチャー、靴、ワンピースのレイヤーに書き込みます。ミラーリングします。鼻緒を書きます。足指と草履の隙間を書きます。デフォルト画像が旅っぽく見えるので、少し影をつけただけで大丈夫そうです。靴の裏を黒く塗り忘れています。草履完成です。エモエモ。着物の柄を描いていきます。モダンな感じの縞模様にしたいです。できたら画像を書き出します。ワンピースのレイヤーにインポートします。次はズボンに同じ柄を描いていきます。できたら画像を書き出します。ズボンのレイヤーにインポートします。髪型編集でカチューシャの色を変えます。基本色を白く、影色をグレーにします。衣装編集でズボンの広がりを調整します。完成かな。足を閉じれば着物。他のパターンも見てみたい。というわけで着物の色や柄を変えてみます。まずはエプロンと着物でレイヤーを分けます。選択範囲、敷域選択で黒いところを選びます。新規レイヤーを作って選択範囲を塗りつぶします。追加素材を探す、柄、着物の柄を探します。自動選択ツールでパターンを使う範囲を選択します。右側のサムネから使いたいパターンをキャンバスにドラッグ&ドロップ。四角の角をドラッグしてパターンのサイズを調整します。ズボンも同じようにパターンを貼ります。先に貼った画像と見比べてパターンの大きさを同じくらいにします。 V ロイドで 3D モデルに表示した時に上下で柄の大きさが同じになるように調整します。完成。どうでしょうか。結構可愛くできた気がします。歩くとズボンですが、見慣れてくると可愛いような気がしてきます。和服風ということで参考にしていただければと思います。工夫次第でいろんな服が作れて楽しいので、皆さんもぜひ作ってみてくださいね。ちなみにこの服はブースで販売するので、興味のある方は概要欄をチェックしてみてください。最後まで見てくださってありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録やいいねよろしくお願いします。じゃあまたね。バイバーイ。